使徒ヨハネは、新約聖書に登場するイエスの使徒の一人。先例者ヨハネと区別するために特に、使徒ヨハネと呼んだり、ゼベダイの子ヨハネ、福音記者ヨハネと呼ぶこともある。聖人の概念を持つすべての教派で、聖人として数形されている。日本ハリストス聖教会における呼称では、教会スラブ語から転写しヨアン、聖使徒福音者神学者ヨアンとも呼ばれる。 聖教会での記憶日は10月9日。カトリック教会での記念日は12月27日。ヨハネは兄のヤコブと共にガリラヤコで漁師をしていたが、ナザレのイエスと出会い、その最初の弟子の一人となった。ペトロ、兄弟ヤコブと共に特に地位の高い弟子とされ、イエスの変容の場面や、月世真似におけるイエス最後の祈りの場面では、彼ら三人だけが伴われている。 ルカによる、福音書ではイエスから、最後の晩餐の準備をペトロとヨハネの二人が、応接かっている。ヨハネによる、福音書ではイエスが十字架にかけられた時も、弟子として、ただ一人、愛する弟子が十字架の下にいたと書かれている。このため、キリスト卓形図においては、伝統的にイエスの母マリアとヨハネを左右に配する構図が、存在する。また、ヨハネ福音書では、 イエスの墓が空であることを聞いて、ペトロと駆けつけ、真っ先に墓にたどり着いたのもこの弟子であり、伝統的に、首都、ヨハネのことだと信じられている。ヨハネは、初代教会において、ペトロと共に指導的立場にあった。古い伝承では、使徒たちの中で唯一、殉教しなかったとされる。イエスの母、マリアを連れ、エフェソスに移り住んだヨハネは、後パトモス島に遊兵され、 そこで、目視録を記した。釈放されて、エフェソスに戻り、そこで没した。福音書を書いたのは、パトモス島から釈放された後、老年に達してからで、弟子プロクロスが口述したと伝える。また、アトスさん修道院を開いたのは、ヨハネに伴われた、イエスの母マリアであるとする伝説もある。教会では、伝統的には、ヨハネによる福音書。 ヨハネの手紙1、ヨハネの手紙2、ヨハネの手紙3、ヨハネの目視録が、使とヨハネによって書かれたとされてきたが、高等批評の影響を受ける近代聖書学では、そのような見解を支持しない学者が多い。ただし、保守的な立場では、今も伝統的な理解が保持される。ヨハネ及びヨハネの福音書は、しばしばわしのシンボルで表される。これは、 エゼキエル書1時10分に登場する4つの生き物に由来し、それぞれ4人の福音記者と福音書に当てはめられている。ありがとうございます。